家庭用電気料金について、東北電力は平均で 11.41%、四国電力は同じく 10.94% 値上げを申請していますが、経済産業省の電気料金審査専門省委員会は、最低でもそれぞれ1ポイント以上値上げ幅を圧縮する方針を明らかにしました。最終的な値上げ幅は東北四国ともに 10% 未満になる見通しです。消費者庁との協議を経て早ければ9月1日からの値上げとなります。